河津桜は、バラカ桜族の桜。日本固有種の大島桜一葉は、1992と、寒飛桜マサム、アンドエススズキの自然交雑から生まれた日本原産の幸い品種の桜。樹高は、アタかギ、樹形は、カサ状。一重咲きで4センチメートルから5センチメートルの大輪の花を咲かせ、花弁の色は思考。 大島桜と寒日桜の雑種にさらに寒日桜が交雑した種であり、大島桜由来の大輪の花と寒日桜由来の志向の花びらの色と早咲きが大きな特徴である。東京のカキは通常は2月から3月上旬で、稀に早い年には12月に開花することもある。原木のある静岡県河津町でのカキは2月頃でカキが1ヶ月と長い。野生では、 花粉の媒介者となる虫の活動が始まる春よりも大幅に早く咲くと子孫を残せないため、本州の野生種の桜には寒い時期に咲かない仕組みがあるのだが、河津桜は本来は、本州に自生しない寒飛桜が交雑することによって、夏季が早まったと考えられている。極端な早咲きは野生では淘汰される、不利な特質だが、河津桜のような栽培品種ではその珍しい。 特質と花の特徴がむしろ好まれて継ぎ木などで増殖されている。1955年に静岡県鴨茂郡川津町田中の飯田勝美が川津川沿いの雑草の中で1メートルほどの原木を偶然発見し庭先に植えたことが由来である。百六十六年から開花し当初発見者の飯田家の屋号から小峰桜と地元で言われてきたが その後の学術調査で今までになかった雑種起源の幸い品種であると判明し、1974年に河津桜と命名され、1975年に河津町の木に指定された。現在も原木はこの地に存在し、2007年現在で樹齢50から60年である。また、1968年頃からこの桜が増殖されるようになった。 町の地定に伴い、町民有志らによる植栽が、河津川、川口などから、町内全域に広がったが、受精劣化や病虫害による病犯や、植栽間隔が短く、枝が接触することによる生育障害も見つかるようになった。また、堤防の樹木は根元から水が入り、土壌が緩んで決壊しやすくなり、流木による堤防の損壊や、 水上昇につながる恐れもあることから、1998年施行の改正河川法により、河川区域での植樹は禁止された。名前の由来となった河津町では1991年より、毎年2月10日前後から3月10日前後にかけて、河津桜祭りが開催される。川津駅近辺の川口から川津川に沿って、川津桜並木が約3キロメートル続いており、 毎年この時期になると、大勢の観光客で賑わう。夜には、ライトアップされる。また、寒波などの影響で開花が遅れ、河津桜祭り閉幕後も、河津桜が楽しめる年もある。このような年は、河津町観光協会の判断により、特別イベントとして、河津春うらら祭りが1週間実施される。ありがとうございます。